トースプーンの大西です。ですね、この度、6月から、レッスンの再開のめどが立ちまして、ようやくあのレッスンが始められることをね、こうやってご案内できることとても嬉しく思っております。ありがとうございます。娘たちの学校がまだ、半日で登校したり分散登校の日などから前半少しある関係で、6月の初旬はちょっとレッスンまだスタートできないんですけれども、ようやくスタートできて嬉しいなと思います。取れる日程が2週間ということ、そうですね、2週間弱ということで、日数がちょっと少ないの で、開催日程などにつきましてはね、教室ホームページの方などにも載せておりますのでね、ぜひそちらの方をご覧いただけると嬉しいです。6月のメニューのご紹介をしたいと思っています。ようやくね、夏らしさというか、梅雨と夏の、狭間っていうんですかね、塩気のあるものがちょっと欲しくなるような時期になるのではと思いまして、以前から、生徒さんからも、ぜひ先生このパンをやってほしいですっていうお話をね、よく伺ってて、いよいよ満を持して登場する、ご紹介する、パンが、塩バターロールになります。こちらの、塩が乗って中にねバターが巻き込んであって、もう本当にね夏に非常に向くパンでね、ぜひこのレッスン再開の際にはみんながね喜んでいただけるような、そういったパンからスタートしたいなと思って、塩バターにぜひしようと思って決めました。いよいよねそろそろもう、夏、ぜひやるなら夏がいいなとこう思っていたのでね、もうこのタイミングでぜひお出ししたいなと思って、今回出すことにしました。ブランクラスにあともう一つ新しいこうパンをやってみようかなと思って、もう一つご用意したパンがこちらです。ブルーベリーシェルっていう、すごい素敵なね、ブルーベリーでシェルっていう何っていう感じだと思うんですけれども、ブルーベリーシェル、生地の中にですね、ブルーベリーをこうちょっとこう潰しまして、こう一緒にパンの生地としてねこうこね上げていくっていう感じで、で中にちょっと甘酸っぱいクリームチーズを生地の上にもう一枚ねこう生地が重なって、上から見るとねちょっと貝殻のように、見えるというか、そしてそれを割ると中のクリームチーズがねこう白いわけですよ。でこうまるでねこのアコヤ貝をこう開いた時に真珠があるような、6月の梅雨にまさにぴったりなごちそうスイーツパンをね新作としてまたもう一つねご用意させていただきました。全部で、6個作るんですけども、それを上から重ねてみるとねまるでこうお花のように見えて、他ではあまり見ないような成形の、パンになって、蒸し暑くなる時期にとてもぴったりなパンなんじゃないかなと思います。あともう一つはフラワートマトベーコンチーズっていうねパンになるんですけれども、久しぶりにちょっと復活っていうことで、こちらもやはり夏向きなパンなので、トマトベースの生地にそこにちょっとカリカリのチーズをこう入れた、パンになってます。こんな感じです。ちょっとこう一つのこのパンの形からもうお花の、太陽のお花のようなねイメージのとても素敵なパンに仕上がっていて、去年すごく評判良かったんですけど、まだやってない方もねもしかしていらっしゃるかなと思って、そちらもラインナップということで2種同時受講もできますのでね、一度で2種類のパンをねレッスンもできますので、よろしければご検討いただければと思います。一つね お知らせというか、初めてレッスンのパンなんですけれども、こちらですね、初回の方はこの初めてレッスンからね2種類受けていただいてからブランクラスに進むっていう、そういったレッスン構成になってるんですけれども、だってからずっと3年間変わってこなかったんですね。いつかいいタイミングでねちょっと内容を変えたいなと前から思っていて、で6月はまだ前のままこちらご用意してるんですけれども、7月から初めてレッスンのメニューの内容をちょっと変えようかなと思っているので、やり残した方とか初めていらっしゃる方なんかで
ぜひやってみたいという方がいたら、今あるラインナップでね、ちょっとやってみたいって方はぜひお早めに、はい、いらしてください。そしてね、7月もぜひお楽しみになさっていただけると嬉しいです。はい、こういった形で、いよいよね、またレッスンでお目にかかれる日が近づいてきたということでね、とても楽しみです。今までこうマックス4人まで OK だったんですけれども、6月に関しては一応3名までということにちょっとしたいと思います。ちょっとね、開催日数が、まあ、カレンダーの日にちを数えても 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13日しかなくて、まあ、全部その日をやることはないと思うので、まあ、多分そこから考えると開催日として多分できるのは、まあ、6日前後になってくるかなと思うんですけれども、19以降ぐらいですと、千葉以外の方で、とかも多分こう東京とか埼玉とかこう移動が多分そろそろ許可になってくるっていう予定だと思うので、少し離れたところにお住まいの方とかもぜひいらしていただければ、はい、嬉しいかなと思っています。まあ、とりあえず日程は出していくんですが、こうクロストゥに来ることによってね、ご自分のこの来る前と来た後でご自身が好転するというか、ここへ来る価値があったって思えるようなレッスンをもうますますこれからね頑張っていきたいと思いますので、ぜひレッスンにお待ちしております。今後とも、クロストゥどうぞよろしくお願いいたします。